直道信です。お願いします。拍手。ありがとうございます。では本日もフリップ、まずはこちらをご覧ください。街の住み心地ランキング5年連続宮城県1位。さてこの街は一体どこでしょうか。気になりますね。正解こちらです。はい、僕の地元宮城県富谷市でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。市長も大喜びでございます。ね、実はね、5年連続宮城県1位なんです。住み心地ランキングはね、すごいですよね。じゃ続いてこちらご覧ください。テーマパーク顧客満足度ランキング東日本1位。さあ、テーマパークの東日本1位はどこでしょうということでございますね。正解こちらですね。はい、東京ディズニーリゾート。ね、まあそりゃそうですよね。東日本ランキングだったらそりゃディズニーリゾートでしょうよ。続きまして。街の住み心地ランキング4年連続東北1位。さあ先ほどは宮城県1位でしたが、今度は4年連続東北1位。さあどこでしょうか。正解はこちら。はい、富谷市です。ありがとうございます。あ、市長すごい盛り上がってます。市長ありがとうございます。富谷市なんですよ。すごくないですか。宮城県ですかね。東北4年連続1位だそうです。すごいですね。じゃあ続いてテーマパーク入園者数ランキング日本1位。東京ディズニーリゾート。まあまあまあ、そりゃね、天下のディズニーさんで、それは日本、まあ日本一なんだろうね、それはね。うん。住み続けたい街、愛着がある街、街の幸福度ランキング、宮城県1位。富谷市です。ありがとうございます。富谷市が1位だそうで、本当に。最強ですね、富谷はね。ありがとうございますね、本当に。また行きたいテーマパーク、デートで行きたいテーマパーク、子連れに人気のテーマパークランキング、日本一位。東京ディズニーリゾート。調子乗ってんじゃねえぞディズニーおい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 、毎回毎回富谷意識して張り合ってきやがってよ。舐めてんじゃねえぞ。もううんざりうんざり。もう富谷市民みんな思ってるから、あーディズニーがまたこっちを意識してると、もううんざりですよ。大体にしてね、ディズニーリゾートにあるようなもんなんか富谷に全部あるから、もう富谷で事足りる、みんな行かなくていい、富谷来ればいい、全部事足りてますからね。本当に毎回毎回張り合ってきて嫌になっちゃいますよね、本当に。だったら、やってやりましょうかね。我々の富谷市と、東京ディズニーリゾートの、全面戦争じゃない。どっちが真の、オリエンタルランドか決めようやないかい。まずディズニーですよ。まあ、ディズニーってね、いろんな山がいっぱいありまして、ビッグサンダーマウンテンだったりとか、スペースマウンテンとかいろんな山ありますけども、やっぱディズニーで一番有名な山ってこちらだと思うんですよね。スプラッシュマウンテン。で、このスプラッシュマウンテン自体が、大きなね、こう、アトラクションになってるということなんですけども、富谷だって負けないぐらいね、すごい山がございます。それがこちら、はい、大亀山、ね。大亀山自体がそもそも、もう大亀山森林公園という公園になって立派なアトラクションになってますから。そんでもってスプラッシュマウンテンの最大の魅力はやはりこちらですね。丸太ボートに乗って山の上からこう一気に滑空するという。まあ、これがね、一番の魅力だと思いますけど、大亀山森林公園なんか一年中そり滑りできますからね。完全に同じアトラクション。完全にパクってきた。ディズニーが大亀山森林公園パクってきた、本当に。もう雨の日滑ったら立派なスプラッシュマウンテンですからね、遊びに来ていただきたいと思いますけども。あとですね、ディズニーのアトラクションといったらこんなのがあります。ホーンテッドマンションという、まあ、お化け屋敷みたいなものが実はディズニーランドにあるんですよ。ただね、何がホーンテッドマンションだと。ね。富谷なんて、大亀山森林公園のキャンプ場自体が心霊スポットですからね。牛蜜時のバーベキュー場舐めるなよって話ですから。もう本当に怖い思いしたかったらこっち来ていただければいいなと思いますけども。あとまあディズニーだとそうですね、マスコットキャラクターとかね、いろんなのいると思いますけども、比較的有名なマスコットはこちらですね、熊野プーさん。ね、熊野プーさんも園内にいたらプーさんに会えたりしますけど、富谷市だってね、歩いていればね、熊野プーさん会えますから。もうそこらじゅう、普通に団地内歩いてるから。もう富谷市民なんか慣れっこですからね、すれ違っても、あ、おはようございますぐらいね。あ、富士店に行くのかなみたいな感じですからね。全然慣れっこでございます、熊野プーさんでございます。あとはまあディズニーで、ね、有名なマスコットだと、ドナルドダックなんて言いますが、皆さん知ってます？ドナルドダックって、三つ子ちゃんがいるんですよ。おいっ子に。おいっ子に三つ子ちゃんがいまして、それがこちらですね。ヒューイ、デューイ、ルーイという三つ子ちゃんが実はドナルドにはいるんですよ。で、この三人が悪さをばっかりする、いたずら三兄弟なんて呼ばれてるそうなんですけども、
何がいたら三兄弟だと。富谷だってこの三人にね、負けないようなね、立派な三人がいますから。ディズニーがいたら三兄弟だったら、富谷和光三町長がいますからね。立派な三人がいらっしゃいます。一番上がね、三代目和光照夫さん。で、真ん中が和光秀俊さん。そして五代目が和光弘俊さん。ちなみに弘俊さんが、現初代市長となっておりますけども。ちなみに関係性を簡単に説明すると、和光照夫さんのご長男さんが現在の市長さんでございます。で、秀俊さんはいとこという関係になっていてね、なんかギクシャクしてんじゃない大丈夫みたいな感じがしますけどもね。じゃ続いて、皆さんはまあディズニーに行くことあると思いますが、おそらく園内を歩いて探索するんじゃないかと思います。ただ実はディズニーって乗り物乗って回れるって知ってました。それがこちらですね。シンデレラ城があるんですけど、シンデレラ城の周りをこのバスに乗ってぐるっと回ることができるんですよ。これがまあオムニバスというバスなんですけども、富谷は市民バス走ってますから、ね、すごいもう100円払ったらどこまででも乗れる市民バスが走っておりますからね。ちなみにこの市民バス、ナンバープレート気になりません？大体こういうバスとか乗り物っていうのは、ナンバープレート語呂合わせになってることが多いわけですよ。で、富谷、語呂合わせできるんですよ。皆さん考えてみてください。富谷ですよ。1038、富谷、ほら、語呂合わせができるわけですよ。ってなってくると、どんどん気になってくる市民バスのナンバープレート。一体何番なのか見てみましょう。1039! 1039! 富谷くん富谷がなぜ取れなかったと。ね。なかなか営業ナンバー取れなかったんでしょうね。こういうちょっとね、かゆいところに手が届かないみたいなところがね、私非常に富谷の好きなところでございますけども。あとディズニーランドまたアトラクションに戻りますと、さっき熊野プーさんのお話しましたが、熊野プーさんの、アトラクションもあるんですよ。それがこちらですね。プーさんのハニーハントと言いまして、ハニーポットという蜂蜜が入った壺に乗って森の中を探索して蜂蜜探そうぜみたいな、そんなアトラクションがございます。ただ、蜂蜜で富谷に勝てると思うのよと。皆さん知らないかもしれませんけども、富谷って実は蜂蜜作ってるんですよ。はい、こちら。これね、富谷市役所なんです。ちょっと小高い丘の上にあるんですけども、この市役所の屋上で、養蜂、実際に蜂を育ててこんな感じでね、蜂蜜作ってるんです、本当に。町の売りにしてるわけですよ。で実際こんな美味しそうな蜂蜜が取れると。で、なんかね、噂なんですけど、夜な夜なプーさんたちがこの蜂蜜をハントしに来るっていうね、らしいですよ。わかる？見たことないんですけどね。見たことないですけど、なんかこういうことがあるらしいという噂でございます。あとはまあディズニーだと実は宿泊施設もありまして、皆さんも一度泊まりたいと思ってるんじゃないでしょうか。はい。ホテルミラコスタ。ね。まあここはやっぱ泊まってみたいなって皆さんも思うと思いますけども。何がミラコスタだと。ね。富谷にはね、この立派な富宿がありますから。見て、このすっごいいい雰囲気でしょ。泊まってみたいなと思いません？って言いますのも、富谷っていうのはですね、江戸時代は宿場町として栄えてまして、富谷宿と呼ばれていて、旅人が泊まる休憩スポットだったそうなんですよ。なので、その江戸時代の街並みを再現しようということで、この富宿というものが完成いたしました。中ちょっと気になりますよね。どんな感じかと言いますと、こんな感じでね、いろんなお店があったりもするわけですよ。で、例えば、ジェラート屋さんがあったりとか、あとは、おしゃれな中華料理屋さんがあったり、さらには食べ物だけじゃなくて、陶芸教室があったりとか、すごいね、週末になると盛り上がる富谷でございます。宿場町と言われ、富谷宿と呼ばれ、ね、富谷を作った。この富谷の最大のポイントは、富谷という名前にもかかわらず宿泊施設がないっていうことね。泊まらせる気はないんですよ、うちの町は。帰ってくれと。ね。それでも皆さん泊まりたいって気持ちはあるかもしれませんが、ごめんなさい、5時で閉店です。すいません。5時になったらつまみ出されますんでね。ぜひね、宿泊はご自宅で、お願いしたいと思いますね。こんな感じでどんどん続いていきましたが、はい。これわかります？わかります？エレクトリカルパレード。要はディズニーっていうのはいろんなイベントごともいっぱい年中ありまして、例えばパレードではこういうものがあったりとか、あとさらには今の時期だと花火が見れるわけですよ。こんな感じでね、花火が見れたりとか、年間通していろんなイベントごとがございます。あとはね、ダンスのね、イベントがあったりしますけども、何が花火だ、パレードだ、ダンスだと、そういったものをディズニーは年間通してこうね、こまごまやってきますけども、富谷市は一つでこれが全部楽しめるという、最大のイベントがあります。それがこちら。はい。面白いから来てきたに富谷。ね、ネーミングのパンチ力やばくない？
これ10年以上やってんだぜ、うちの町は。面白いから来てください。富谷という祭りがやってまして、花火も上がります。パレードもやりますし、ダンスのショーとかもやります。で、毎年大体ね、同じタイムスケジュールなんで、ちょっとご覧いただきたいんですけども、まあ、こんな感じになってまして、基本お昼の12時からスタートいたします。で、12時からチアダンス、12時30分からマジックショー、13時から和太鼓、13時30分から吹奏楽演奏、14時はヒップホップダンスがあって、14時30分がバンド演奏なんてなってるんですけど、この後、15時から、とんでもないイベント毎年入ってるんですよ。すごい！まさか15時にそれ入れてくるかってイベントがあるんですけども、どんなものかと言いますと、はい、15時、こちら、開会式。今までのやつ今までのこれ何だったんと、ね、チアダンスもマジックショーもヒップホップもなかったことにされるから。本番はこれからですと、ね。全然ありがとうございますみたいなね、なんかね。大人のなんかあるんでしょうね。わかりませんけどもね。こんな感じで見ていただきましたが、最後ですね、見ていただきたいものがありまして、まあ、ディズニーのアトラクションで、すごく人気、もしかしたら一番人気なんじゃないかぐらいのものがありまして、それがこちらですね。タートルトークというものがあります。ディズニーシーにありますね。カメラさん、クラッシュというカメラさんが来まして、そのクラッシュとお話が実際にできるというタートルトークがございます。ただ、タートルトークあるからね。タートルトーク、トミヤにありますよ。あれ？トミヤは海がないから、タートルトークなんかできないんじゃないかと思っておりません？私さっきなんて言いました？大亀山森林公園って言うんでした？大亀山森林公園。大亀、そう、大亀山森林公園でできます。タートルトークできます。もう、大亀山森林公園に遊びに来ていただければ。話しかけたら、答えてくれますからね。本当に。ただ、もしかしたら皆さん求めてるのはこれじゃない可能性がありますので、ちょっと雰囲気作っておきました。こんな感じでしょ？みんなが求めてるのは、別にあれよ、海に不法投棄されたわけじゃないからね。ぜひね、遊びに来ていただければいいんじゃないかと思っております。それじゃあね、圧倒的に、もう富谷が圧勝でしたので、最後はこちらをご覧いただいて終わりたいと思います。教育施設が充実している自治体ランキング宮城県1位。さあ、どこでしょうか？正解こちらですね。陸町。調子乗ってんじゃねえぞ、陸町！富谷の隣だからって毎回張り合ってきやがってよ、おい！イオンボール新陸できたからって勝ったと思うなよ！こっちだって富谷さんからな！ああ、わかったわかった。こうなったらみんながいる前で決着つけてやろうじゃねえかよ、おい！富谷市と陸町の最終戦争じゃーい！どうもありがとうございました。